フリーライフ異世界なんでもや奮闘期は気がつけば手玉によるライトノベル作品。2012年に小説家になろうで連載開始、2013年にリンゴプロモーションから発行され、2017年には大幅加筆した改訂版がカドカーから発行された。2017年には改訂版を元にした反則漫画が坂野安里に描かれ、 月刊少年エース2018年1月号から2020年10月号まで森あいりによるコミカライズ作品が連載された。普通の高校生、佐山隆史大はあるきっかけにより異世界に転移してしまう。そこは彼が直前までプレイしていた VR ゲームアナザーワールドオンラインそっくりの世界。事情を説明してくれる神はおらず。 召喚の儀式を行っている魔法使いなどもいない。文字通り荒野のただ中に放り出された機台は、わけのわからぬまま、それでも元の世界に戻るために歩き出した。それから3年後、何がどうしてそうなったのか、機台は異世界の街に定住してしまっていた。元の世界に戻るという気力も失せて、のんべんだらりとその日暮らしを送っている。何でもや、フリーライフという店を開いてはいるものの、 彼には真面目に働くという気さえなかった。しかし、同居人にして、フリーライフの従業員、メイドのユミエルは機代の自堕落を許さない。実力講師も辞さない彼女は、今日も今日とて機大を仕事に借り立てる。そんなメイドに尻を叩かれ、あるいはやむなく自分で引き受けて、機大は、今日も街でせっせと働く。そしてその日々の中で、彼は、多くの事件。 ドタバタな日常に巻き込まれていくこととなる。気がつけば、毛玉、森重、リンゴプロモーション、フリーダムノベル、全3巻気がつけば、毛玉、カニ、ビーム、角川、角川スニーカー文庫、全9巻、森愛理、気がつけば、毛玉、カニ、ビーム、角川、角川,川,川コミックスエース、全5巻。ありがとうございます。